いババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバモノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバモノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様は積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めてまばたきもせずご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今私の左側にいるのがチャトラのマサルくん、真ん中にいるのが白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、グレーのグーちゃん、三毛猫のたまちゃん、白黒のクータくんと、我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。で、5匹の可愛い猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかな限界と思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、ゆりちゃんにチュールあげようかな、ゆりちゃんにもふもふのベッドあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ゆりちゃん、このままうつむきなかったっけ？なんかちょっと伸びてるような気がするけど、気のせいでしょうかね。はい、かわいいね。もう観念したな。諦めたな。ぐーちゃん、お元気ですか？で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいる、黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に行っていただけるとどうした？嬉しいです。では行きますよ。せーの。ジャスティースユリタン。はい、おみじゅ、かわいいね、飲む？ジャスティース、嫌だ。付き合ってくれてありがとうございました。今日は水。今日はね、塩結構取ったんではもうない。塩結構取っちゃって、今日は喉が渇いてるんで、塩、白湯じゃなくて、ただの水でございますよ。
え、北海道さん、ジャスティース。天玉さん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワー。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。カニタンさん、ジャスティース。ありがとうございます。天玉さん、ゆりさん、かわいいですね。かわいいだろ？かわいいんだけどね。どこ行っちゃったな。そう、だからこの椅子をさ、占領しててさ、どいてくれなかったんでね、無理やりどかしたんで、無理やりどかしたんで、ご機嫌斜めなのかなみたいな感じかな。で、あとは、何だったっけ、今日、そっか、今日休みなんだっけ、そういえばね。なんか、ゴミ出しだなとはうっすら思ってたんだけど、今月ね、うち、マンションの当番でさ、で、月曜日に掃除の人が来るんだよね。で、前はね、駐車場、下の駐車場の水道から水が出てたんだけど、今さ、水道から水出なくなっちゃったらしくって、で、マンションのさ、水道さ、散々ね、上水道も下水道も、なんだ、なんだ、元の水道管も、全部ダメでさ、全部、直したっちゅうのにさ、だからもうそんなにいろいろ直したからさすがにでもう出るようになったんじゃねえとか思ったんだけど、なんかどうやら出ないらしくてな。だから当番の人がさ、バケツ2つに水をたっぷりね、なんか入れてやんなきゃならん日で、でそれ忘れてたなと思って、ああそうだった、今日バケツに水入れる日だと思って、で、やばいやばいと思ったんだけど、今日雨だったからね。で、雨だと掃除の人来ないとかっていう話だったんで、あ、今日雨だから来ないのかな。まあ、いっか、ね、来るかどうかわかんないから用意しとけばと思ってね。で、用意して置いといたんだけど、で、その時はまだいなかったんだよね。で、ちょっとだから多分雨降ったから、遅くなったのかな。いつもよりも。なんか遅いかなみたいな感じ。だから9時ぐらいに私はさ、買い物に出るんだけど、その時にいたんでね、なんか今日はちょっと雨だから遅かったのかしらっていう感じでね、いたんで、なんとか間に合ってよかったよっていうね、出だし出だしの話。北海道さん、今日はスポーツの日です。そうなんだね。10月、あ、それか、前って10月10日が体育の日だったんだっけ？体育の日ってなくなったんだ。体育の日がなくなって、ハッピーマンデーだったっけ？マンデーって月曜日。ハッピーマンデーで、で、今日が何？スポーツの日って名前変わったんだ。体育の日じゃなくてスポーツの日になったんだね。ほう。そういえばね、その10月10日はさ、1年の中で一番晴れの確率が高いからっていうので、体育の日になったはずなのにね、そうやってずらされちゃったもんだからさ、今日はまんまと雨だな。でもまあ明日もさっき天気予報見たら、なんか天気悪くなってたな。北海道さん、私は前準備なしでハーフマラソンに参加したことがあります。そうなんだ。ハーフマラソンっていうことは 42.195 キロなんだから、21キロぐらい走るっていう感じなんだ。いやー、21キロでも走るのはちょっと辛いな。こっから新宿まで歩っちゃったことあるけど。こっから新宿まで歩っちゃったことあるけどな。それ多分新宿まで20キロぐらいだと思うんだよ、うちからさ。あ、5時間かかったかな。いやー、走んのちょっと嫌だな。天玉さん、自転車漕ぐ以外、スポーツする機会がない。ああね、そうだよね。だから私が田舎暮らしっていうのかな、嫁やってた時はね、田舎暮らしだったんでさ、田舎暮らしの時って本当ね、体動かす機会ないんだよね、車社会だからさ。車ないことにはまあね、何にもできないっていう感じなんで、そうするとうちの中に引きこもるしかないんでさ、まあうちの中で必死で家事すればね、それなりに体は動かすことにはなるけどさ、そうでなければね、だからそれまではさ、その家の家事
プラス、まあ、果実ってもね、自分一人だから、そんなにね、大したことはないじゃないんだけれども、で、外に働きに出て、で、それの、なんだ、通勤にもさ、徒歩でね、行ってたりとかするからさ、で、仕事も飲食店とかサービス業でさ、歩きっぱなしみたいな感じだからさ、もうずっと体を動かしてるような感じだったからさ、それが嫁に行って急にね、何、歩く機会ないっていうのかな、買い物行くにも車だしみたいな感じになるとさ、いや、東京にいた時のが健康だなっていうふうに思ったよね。それで自転車漕ぐ機会があるんだったら、なかなかいいんじゃないのか？カニタンさん、昨日自転車漕ぎすぎて、筋肉痛開始。あ、そうなんだ。自転車でどこに、何しに行ったんだ？テンタマさん、カニタンさんも自転車乗られるんですね。あ、今何？自転車流行ってんの？なんかね、シェアバイクっていうんだっけ？まあ、シェアバイクって言っても自転車だよな。とかね、なんかあるみたいだから流行ってんのかしら？カニタンさん、電動自転車ですけど、ね、そのレンタルのやつも、電動自転車だもんな。で、それの使い方がわかんなくてさ、電動自転車だとさ、なんかバッテリーがある分重いからさ、使いこなせないとただの重い、なんだ、鉄の塊になっちゃってな。不便だってブーブー文句言ってたけどもな。使える人にはいいんだろうな。テンタマさん、電動自動車。こいだことない、わら。カニタンさん、国営武蔵岡読めない。森林公園のレンタルス。じゃあ広い公園なんだね。広い公園で、で、自転車使っても、筋肉痛になるほど漕がなきゃならないぐらい広い、公園なんだ。そりゃすげえな。広すぎて泣きそうだったな。広すぎるとな、なんかどこ行っていいかわかんなくて、で、どこ行っていいかわかんない上に、今どこにいるのかわかんなくて、もうどうしたらいいのっていうので、もう泣いちゃうよな、泣くしかないよな。そう、電動自動車、自動車じゃない、自転車ね、こういったことなかったんだけどさ、まあ、知り合いがね、くれるっていうことになって、で、一旦もらったことがあったんだよね。一旦もらったんだけど、私がね、電化製品を壊してしまう、なんだ、病気を持っているんで、電化製品と相性が良くない病なんでね、なんかそれのせいなのか、それともそもそも壊れてたのか知らんけど、ただまあくれた人は、いや全然何ともなかったよっていうのでね、私が壊したんでしょってことになって、ああそうですかっていうことになってんだけど、だからその人の家に行くのにね、なんだ、電車だとね、すごい時間かかるわけよ。大田区、同じ大田区なんだけどさ、大田区ってなんだ、こう、横の移動が、ナイツのうちからね、うち途切れてんだよ。他のところはなんかね、横のこういう移動があるんだけど、うちはこの途切れてるところの真ん中にポツンとね、住んでるような感じなんだよね。で、うちはこう縦の移動はできるんで、品川とかね、東京とかそっち方面には出やすいんだけども、大田区内を移動するのはね、無理なんだよね。で、くれた人が大田区内に住んでんだけど、そこに行くのにさ、こう縦に行ってこう行かなきゃいけないんで、だから蒲田行くのもこう行かなきゃいけないんだけど、その人の家もこう行かなきゃいけないんで、1時間ぐらいかかっちゃうわけよね。なんで、自転車、電動自転車使ってないからね、やるから、
やるから、それでうちに来てくれっていう話でね。で、ほら、方向音痴だしさ、電動自転車も乗ったことないしさ、だからなんで電動自転車をくれたかって言うと、うち坂なんだよね。だから坂なので自転車あるとすげえ邪魔なんだよ。で、自転車使ってなかったんだけど、まあ、そこに行くのにね、電車だと時間かかるっていうのと、まあ坂でもね、電動自転車だったら、大丈夫だからっていう話で、で、まあね、そんな言われたらさ、っていう感じでもらってね、一瞬もらって、で、試運転っていうのかな、使ったことなかったんで、乗ってみたんだよね。そしたらね、最初はまあ、使えてたと思うんだよね。使えてたと思うんだけど、途中からね、そのバッテリーが切れたっていうのかな。なんか使えなくなっちゃったんだよ。そうするとね、ブレーキも効かないわけ。だから、あ、これダメじゃんと思ってさ、普通の自転車のこう、漕ぐ機能が、機能してるんであればね、まだいいんだよ。バッテリー切れたところでさ。バッテリー切れちゃうとあれ何にもできないのね。だから、ただもうさ、引くしかないんで、で、ほら、うち坂だからさ、坂で鉄の重い塊な、引きずって歩かなきゃならなかったんで、いやーもうね、最悪っていう感じでね、普通の自転車よりも、使えねえんすけど、みたいな感じになったんだよね。で、そんな話をしたらさ、いや、うちでは普通に使えてたもんってね、言い張るから、言い張るからね、じゃあ私が壊したんだっていうことにね、なっちゃったよっていう電動自転車が一瞬だけあって、一回だけだからそれをね、乗ってみたことがあるけれども、片道で壊れたっていうね。お話でございましたっていうのでね。で、その後ね、そのレンタル自転車借りたことなかったからさ、借りてみるっていう動画をね、撮りたくて、借りてみたけれども、やっぱり使い方がわかんなくてな、使いこなせなくて、同じパターンだったっていうね、出来事が起きましたな。漕ぎすぎ、漕いだことない。広すぎて泣きそう。でんたまさん、やっぱり電動自転車もたくさん漕ぐとしんどいものなんですね。そうだよね。かにたんさん、そうそう、森林で暗いし、こけて泣いてる子供もいた。子供は泣くだろうな。そうだよな。一人だったらなんかそんなただだだっ広いところにポツンっていたい。ねえ、なんか誰もいなかったらもう怖いだろうな。てんたまさん、こちら、瀬戸内の島々では、ああ、いいな、瀬戸内の島々行ってみたいな。電動自転車が人気なのですが、やはり大変なのですね。どうなんだろうね。あ、ほら、ギアがついてるとかって話だったじゃんか。で、それ使えば楽だよって話でさ。ただ私がそのギアの使い方がわかんなくて、ギア付き自転車っていうものをさ、乗ったことがないんだよね。ママチャリしか、ママチャリしか乗ったことがないんでさ、その電動自転車もさ、そのギア付き自転車も乗ったことがないので、全然使い方がわかんなくてね、使いこなせなくて、だから使いこなせればきっと楽なんじゃないのって思うんだよね。だからほら、うちの方は坂だからさ、それが使えないと、鉄の塊になっちゃうけどさ、そうでなくて平らな道だったらまだ大丈夫なんじゃないのかなって思うんだけど、どうなんでしょうね。平らな道じゃなかったのかね。広くてもやっぱり、広くてもっていうか平らでもやっぱりいっぱい漕ぐと、疲れちゃうもんなのかね。なんかもう久しく自転車なんか乗ってないから、自転車で筋肉痛ってなったんだったっけ？どうだったっけ？っていうのがなんか思い出せないな。思い出せないね。だからもうなんだろう。
筋肉痛になるのは、ただもうほら、うちこの辺が坂でね、坂を登るのにね、その鉄の塊をさ、なんだ、引きずりながら登らなきゃいけないので、まあ筋肉痛になるって感じでさ、自転車こいで筋肉痛になったんだっけ？どうだったっけ？っていうのがね、なんか記憶にないなっていう感じ。あとは何の話したらいいんだったっけ？今日は動画の編集というか、動画の整理だね。いっぱいもうね、取りためて、とっ散らかってるんで、それをね、フォルダ分けして一日終わっちゃったよ、みたいな。そんな一日だったかな。天玉さん。芸術祭もありますし、そうそうそう。瀬戸内の島々はおすすめですよね。そうらしいんだよね。私全然知らなくてさ。で、あ、エアビーじゃないか。エアビーじゃないんだけど、その、夕飯作りますよの会やってた時にね。うちで開催してた時に。なんかやっぱりね、エアビーやってたせいかね。成果っていうかわかんない。そういう波動を出してるんだと思うんだけどね。うちに来るお客さん、外国人が多いのよね。なんか知んないけどね。外国人が多いのよ。だからその夕飯作りますよの会はさ、全然日本語だからさ、外国人が来る要素はゼロだと思うんだけど、ゼロっていうか、ないと思うんだけど、まあね、外国の人が見っけて、なんかね、参加してくれてね。で、なんか、うちに来る人、外国人が多かったんだけど、で、その人が、やっぱりね、日本に最初に来て、その旅行で来た時に、その瀬戸内の島々のね、その芸術祭に行ってみたくて、で、日本に来たんだっていう話で、で、最初にね、行ったんだっていう話を聞いて、私そういうのあるの知らなくてさ、で、写真見せてもらって、で、その時にさ、なんだっけ。水玉模様のカボチャの人。なんだっけ、いつも名前出てこないな、これな。この前なんだっけ、都庁のさ、ストリートピアノが、その、なんかね、瀬戸内寂聴が今頭の中出てきちゃってるわけ。瀬戸内寂聴にちょっとね、消されちゃって全然出てこないんだけど、そうだ、草間弥生だ。草間弥生、そうそうそう。のね、かぼちゃの写真が出てきて、あれ、そうなんだ。瀬戸内のね、その芸術祭でやってんだ。それは全然知らなかったと思ってね。で、すごいおすすめですよって言われて、それでちょっと興味が出てっていうのかな。その芸術祭自体は特に私はあんまり興味ない。興味ないんだけど、ただなんかね、すごい楽しかったみたいな話をなんかしてもらって、出た時にね、なんか、ああ、なんかいいなと思って、で、全然知らなかったしさ、なんかちょっとそれで初めて興味が湧いてきて、で、その瀬戸内の島々に、あずき島があるんだっけ？あずき島に行ってみたいなって思ってたからさ、ああ、なんだ、そのあたりに私どうやら興味があるらしいぞっていうのがさ、なんか分かったんでね、なんか死ぬ前にはちょっと行ってみたいよってふうに思ってるんだよね。大吉さん、藤子さん、皆様こんばんは。ボンソワ、本日もしぶとくやっておりますよ。まもなく一部の視聴者に広告が表示されます。北海道さん、突然ですが、今月のガス、検診が来たので発表します。ででん。今月の請求額は2943円でした。おめでとうございます。基本料金は1980円なので、約1000円くらい使いました。素晴らしい。天玉さん、大吉さん、こんばんは。草間弥生、ありがとうございます。ナイスサポート。もう瀬戸内寂聴が出てきちゃったんだよね。なんか知らないけどさ。北海道さん、外国人。今年になって外国人の友達ができました。言ってたよね。今、エアメールが届くのを楽しみにしています。エアメールなのか。アナログなんだな。ツイッターで友達になったんじゃなかったのか。ヨシーさん、
瀬戸内、直島かなに行ったことあります。赤かぼちゃ、地中芸術館にも行きました。地中なんだ。また行きたいですね。天玉さん、小豆島ですね。そうそう。小豆島ね。小豆島って言うらしいよな。私、あずき島って読んじゃってたからさ。ね、普通にあずき島だと思ってたんだよね。で、そこでオリーブが取れるみたいだったからさ。なんであずき島なのにあずきじゃなくてオリーブなんだろうって思って覚えたんだよ。瀬戸間さん、ヨッシーさん、地中美術館に行かれているとはさすがですね。そうなんだね。みんな結構芸術とか美術に興味があるんだな。やっぱそう、全然私やりたいと思ったことなかったなって思ったのがさ、今日見てた YouTube でね、なんだっけ、オタク拝見みたいなやつの動画でさ、なんかコロナ禍でずっと何年もやってなかったんだけど、まあ久々にみたいな感じでね、なんかやるよみたいなやつだったらしいんだけど、私は初めて見たんだけどさ、で、そのオタク訪問したところの、なんか息子さんなのかなが、まあ芸術系なのかわかんないけど、なんか彫刻にハマってるっぽいんだよね。で、なんか2世帯住宅で、で、1階がお母さんが住んでるところで、で、2階が自分ら家族が住んでるよっていうね、2世帯だったんだけど、だお母さんが去年亡くなったかなんかだったらしいんだよね。で、1階が今空いてるんで、で、そこが息子さんなのかなって思うんだけど、のアトリエになってるっていうのでね。なんか一見、片付いてて綺麗なんだけど、まあ、他にもお部屋あるじゃんか。で、そこがアトリエになっちゃってて、なんかドア開けるとね、彫刻がいっぱいある感じなんだけど、いやー、私彫刻やりたいって思ったこと全然なかったなーっていうふうに思ってさ、まあ学校の授業でね、ちょっとした石を掘るみたいな、まあのがあって、で、それ見てね、なんか、フクロウに見えたわけよね、私はね、その石が。で、フクロウに見えたんで、まあ、あんまり掘らなくて済むから楽だ、みたいな感じで。で、フクロウ掘ってね。で、それがいい出来だったんで、先生に褒められて、すげえ褒められたなっていうのはあるんだけど、まあ、だからといってね、それ以降、ハマって、なんか彫刻やりたいっていうふうに思ったことはないなって思うんだけどさ、いや、彫刻に、そっか、彫刻する人ってきっとそんな感じなんだろうなと思って、だから家の中がその掘り物っていうのかな、でね、いっぱいになっちゃうじゃんか、まあでも一緒か、布にしても、絵にしてもな。まあ結構物が増えるっちゃ増えるか。同じか。なんか彫刻が増えるとね、なんかそれこそ大変そうとか思ったけど、いや、布とかね、毛糸とか、あとは絵も一緒かなって今ちょっと言いながら思ったかな。北海道さん、瀬戸の花嫁の歌が好きです。前も言ってたよな。ピオンさんだったっけ？カニタンさん、良いですね。瀬戸内海は海が穏やかで、あ、そうなのね。ほっこりします。また行きたいな。ね、なんか海綺麗らしいもんな。だからさ、それちょっと見てみたいなって思ってて、で、父親にもさ、行ったことあるかって聞いたら、行ったことあるって言うからさ、で、なんかね、一度は行った方がいいよって言われたことあるんだけどさ、ってふうに言ったら、あれは一度は見た方がいいなって言われたからさ、あ、いいな。いいな、みたいな感じでね。家族旅行って行ったことないから、私さ。また行きたいな。で、たまさん、北海道さん、瀬戸の花嫁は高松駅で流れてます。北海道さん、天玉さん、駅の着メロなのですね。ヨシーさん、芸術には興味なしですが、ネットで調べて有名だったので、一度行ってみました。ちょうど、直島でいいのかなの、
祭りの日で危うく、夕食難民になりそうでした。ああ、そういうのあるかもしれないね。確かにイベント時に行けばね、見るもの困らなくて済むっていうのはあるけど、そういうな、夕食難民とかっていうのはあるよな。てんたまさん、カニタンさん、おすすめの島は、手島？手島です。手島って読むんだ。それは読めないな。ね、地名って本当読めないの多いよね。この前のさ、河辺駅だと思ってたら河辺駅とかさ、地味に変えてくんのな。いいじゃん、別に普通に河辺駅でさ、なんで河辺駅なんですかみたいな感じでな。地名って全然、なんかわかんないよね。合ってると思って読んでたら全然間違ってること多いもんな。そうです。さっき、カニタンさんの新しい動画なのかな。早速ね、なんだ、デジタルで流れる、スシローか、回転寿司か。回転寿司の動画見て、で、その後ね、なんだ、イベントで、あんこのイベントやってたらしいじゃんか。おー、いいな。あんこのイベントやってたのかと思ってね。なんだ、結構みんなあんこ好きだねと思って、私だけじゃないんだ、あんこ気違いなって思ってさ。で、そうで、最近読んだのが、マツコデラックスがね、やめられないので、なんか依存しすぎてやめられないんで、最近ちょっと自粛してるっていう食べ物が、なんかあんこで、あんこがやめられなくてっていう話してたらしいじゃんか。なんかテレビの番組でかな。いや、なんだ、マツコと一緒が私な。私、マツコと一緒だと思ってさ、もうあんこがやめられなくて止まんなくてっていう話で、で、さすがにちょっとこれはやばいって思ったんで、今年はちょっと控えてるのよね、みたいな話をさ、なんかしてたみたいなね、記事を読んだんだよね。で、ああ、そっか、マツコと私一緒が、と思ってさ、共感してたんだけども、あんなイベントがあるってことはさ、みんなあんこ好きだね、と思ってね、なんだ、そっか、ってちょっと、思った。思いました。北海道さん、今日さ、やらかしました。お、いいぞ。めっちゃドーナツ買いすぎました。お、いいね。しかも、ローソンのジュワバター塩メロンパンも勢いで購入してしまいました。ねえ、なんか塩バターパンにハマってるとかって言ってたのって、北海道さんだったっけ？ピヨンさんだったっけ？なんか北海道さんとピヨンさんは同じこと言ってるかな？もしかしてな。北海道さん、絶対体に良くない。まあ、ドーナツ自体が。ドーナツ自体が体に良くないからな。そこは別にもう体のことを考えないで、精神衛生上な。精神衛生上、自分は、今ね、生きてる中で幸せを感じるのに、このドーナツを買うことがマストって思えばね、それで幸せ感じて食べることが一番いいと思いますよ。だって経験しに生まれて生きてるわけだからな。体が健康になるために生まれてきてるわけではないからな。カニタンさん、あんこイベントも動画に入れておいてよかった。そうそう、動画、あんこイベントよかったですよ。あんこイベントよかったですよ、あれね。で、ヨシーさんがいいキャラしてんだよな。いつもヨシーさんがいいキャラしてるんでね、ほっこりするよな。てんたまさん、ヨシーさん、なんだったっけ、何島だったっけ、どこだっけ、手島だったっけ、見失っちゃった、どこにあったんだったっけな。手島、手島、
は人口少ない、少ないので、イベント時の食事の用意も控えめだったのかもですね。ああ、なるほどね。そういうのあんのかもしれないな。私は、なんだっけ、小笠原じゃなくて、大島か。大島行った時な、コロナでな、コロナで売店やってなかったのよね。だからもう大島行った時はさ、大島でしか食べれない寿司っていうの？それ食べたいなと思って、それ楽しみに行ったのにさ、それ食べれなかったんだよね。だからそういうのあるもんな。っていうか夕食難民だったな。夕食にありつけなくてね、唯一やってるスーパーのお惣菜しかなかったんだよね。で、しょうがないからお惣菜を買ってね、部屋で食べるっていうね、悲しい思い出があったもんな。北海道さん、あんこは好きですが、団子だけはみたらしとごまが好きです。ヨッシーさん、天玉さん、祭りの夕食時は、島中の方が祭りに、島中の方が、祭りに参加してました。手島に行ったのは、手島古民家シェア暮らしという漫画を読んでいきました。ああ、なるほどね。漫画からそういう情報を得てるのか。でもまあ、漫画でね、漫画読んでる人が多いっていうことだから、まあ、それで行くと人が多いところに行くっていうことに、おそらくなるんだろうな。はい。では、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに、ごめんなさい。ピクッとした。必要なメッセージいただこうと思います。ねえ、ぐーちゃん、リンゴベッドに今日は乗っかってんだな。ぐーちゃんさ、そう、あのリンゴベッドがね、たけしの後ろの方にあったんだけどさ、あそこで夜も寝てたわけよね。で、昨日寒かったみたいでさ、たまちゃんがね、布団の中に入ってきて、で、ゆりさんも私の上に乗っかって、で、昨日寝てたんだけど、まあ、それでも寒いぐらいで、ああ、毛布だけじゃちょっと足りなかったなっていう感じで昨日寒かったんだよね。で、そんなんでいたらさ、夜中にぐーちゃんがまたね、転換の発作起こしちゃってさ、最初窓のところがガタガタって音したんだよね。で、まあ、寝ぼけてからさ、なんか風かなんかかなと思ったんだけど、ああ、もしかして猫の喧嘩かなと思ったんだけど、ただ様子見てると喧嘩してる様子はないんで、あ、これもしかしてと思って飛び起きてさ、そしたらぐーちゃんがやっぱりまたね、転換を起こしてあの窓にガタガタ、当たってたんだよね。それで夜中起きてっていう感じで、ああ、また発作起きちゃったかっていう感じでね。ちょっと、で、リンゴベッドもさ、結構ね、おしっこを、なんかまき散らしてるっぽい感じ。だからといって、濡れてるんではない感じだったんで、この前みたいにびっしょりしちゃったわけではないみたいだけど、やっぱりでもちょっとね、しぶきがいろいろ飛んでる感じだったんだけど、でもなんかあそこが落ち着くみたいでね、なんかずっとあそこにいるんだよね。で、今日ほら雨だったしね、ちょっと洗えないからっていうのでそのまんまにしてるけどな。北海道さん、最近漫画を見てないな。天玉さん、ヨシーさん、手島古民家シェア暮らし知りませんでした。読んでみます。大輝さん、はい、LINE デリアストップします。ありがとうございます。では、LINE デリアストップいただきましたので、こっから6枚置きまして、7枚目のカードを今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカードを実はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。なんだこれ。
これは出たことあるかな？ないかな？なんかあんまり見覚えがないカードだね。なんか馬に乗ってる人のカードは確かにあるけど、持ってるものがな、こんなワンドにリングがかかってるようなやつ？あ、でもこの馬がハリボテで偽物だとかっていうのは見た気がするんで、出たことあるっちゃあんのかな？なんか全然どんなメッセージなのかが思いつかないな。1、2、3、4、6か。ワンドの6でございますね。ワンドの6。ダメちゃん、寒いのかい？行き場がないのかい？なんでなんだろうな。どこ用意してやっても全然気に入ってくれないんだよな。ヨシーさん、テンタマさん、とても面白いエッセイです。都会に疲れ、手島に移り住む動画です。あ、漫画です。羨ましいな。テンタマさん、ぐーちゃん心配ですね。そうなんだよね。北海道さん、6本の棒がある。6本ね。ワンドの6でしたね。はい。どんなメッセージなんでしょうか。読んでみましょうか。どういったの？気に入らないのか、どこも。ワンドロックの絵の意味、世界観。月桂樹の冠をかぶった男性が馬に乗って前進しています。男性は主張が通り、周囲のリーダーとして祭り上げられました。周囲の人々と共生するために、男性は未来へ向かって進むのでしょう。あなたが進む未来はどのような主張によって成し得たものですか？テーマ、主張が通る。ワンドの6。数字の6は共生を表す数字。自分の主張や理想が周囲に受け入れられ、人々と共生していくことを意味します。芽吹いたワンド、理想や意志、活力の象徴。馬に乗る人、一人だけ馬に乗っていることから、集団のリーダーだと解釈できます。馬、胴体と足が緑の布で隠されていることから、ハリボテの馬である可能性を示唆します。月桂樹の冠とリース。月桂樹はギリシア神話のアポロンを象徴します。勝利のシンボル。周囲の人々、仲間や協力者を表します。物語、ワンドは理想や意志、活力を意味する火の象徴。火は物事の始まりを意味しています。火のエネルギーを持つワンドは、前に進むために必要な活力や意志、理想を私たちに与えてくれます。数字の6は共生を表す数字。共生とは、数字の2が表す調和をさらに発展させたもの。2つの対象から生まれた何かを生み、共に生きる姿が数字の6が紡ぐ物語。自分の理想や意志を周囲の人々に主張し、認められた光景が描かれています。自分の主張を受け入れてくれた人々と共生するために、未来へ向けて行動するのでしょう。はい。今日は正位置ですね。正位置が出た場合、あなたが掲げてきた理想や主張が周囲の人々に認められ、物事が進展する、前進する可能性があります。あなたの周りには協力的な仲間がたくさんいるはず。仲間とチームワークを発揮しながら、あなたの理想を叶えるための道を歩み続けましょう。そうすることで仲間と一緒に一定の成功を手にすることができますよ。仕事金運。仕事ではあなたの目標が達成し、周囲から認められるような出来事が起こりそう。周りの人々から認められることでリーダーに抜擢される可能性も。自信を持って周囲の人々を導いてください。金運は大きな報酬を手にするチャンス。
チャンスが目の前にやってきたらぜひ行動してみましょう。あなたの挑戦はきっと成功するはず。いい話やね。まとめ。ウェイトの解釈。ワンド6の男性の冠と、ワンドに飾られたリースは月桂樹である。月桂樹はギリシャ神話のアポロンの象徴、勝利や栄光のシンボル。馬にまたがる男性は集団を率いるリーダーに祭り上げられている。一定の勝利や成功を収めた理想や活力を象徴するワンドを片手に未来へと前進する姿が描かれている。しかし男性が乗っている馬は、どこか怪しげな表情をしている。馬、首から下は緑の布で隠されている。ハリボテの馬、しょわるかな4人のナイトが乗っている馬と比べると風貌の違いが見受けられる。そのため、ワンド6が持つ勝利の意味は理想を追い求める上でのとりあえずの勝利と捉えることができそう。とりあえずの勝利から自分が望む本当の勝利へと発展させるためには自分一人の力だけでなく、周囲の協力が不可欠。あなたの理想を叶えるためには、周囲との、仲間と協力し、共生することが大切なのだと、ワンド6は示しているのです。てなわけで、本日の、タロットカードの意味調べるの会は、とりあえずね、いい感じですが、まあ、これを本当の意味で良くするためには、周りの協力が必要だよ、みたいな、メッセージだったんでしょうかね。楽しんでいただけてたら幸いでございます。六方の棒、天玉さん、ヨシさん、高松港から、あずき島、小豆島、小豆島、手島、豊島男木島、女木島と船で、短時間で移動できましていいな、最近は移住される若い方も多いですな。じゃあおしゃれなとこなんだな。おしゃれなところはちょっと苦手だな。まどかさん聞いてます。ヨッシーさん、天玉さん、はい、移住者多いようです。直島、古民家シェア暮らし、手島だったっけ？手島、古民家シェア暮らし、大変面白い実話漫画です。ぜひ。タバさん、まどかさん、こんばんは。そうなんだね。みんないいな。幸せそうな暮らしをしていて、いいな。まあ私も幸せだけどな。かわいいにゃんこが膝の上に乗ってな。夜寝るときはかわいいにゃんこが布団の中に入ってきてな。マッサージチェアに乗ればかわいいにゃんこが、まあ、甘いに来てな。幸せだけどよっていうね、感じかな。だからないものねだりをしてる感じで、実は私にとっての幸せは、すでにあるよっていう感じでございますかね。じゃあ久々にアファメーションタイムでもやろうか。はい、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。他
海道さん、猫がたくさんいる島ってありましたよね。青島だったっけ。天玉さん、香川県の島々なので、決しておしゃれではないです。北海道さん、よかった。よしさん、漫画読めてよかったね。老眼になっちゃうとさ。読むのしんどくなるからな。読めるうちにいっぱい読んどくべきだね。テンタさん、猫さん元気でよかった。よかったな。で、思い出したんだけれども、全然関係ないけど。全然関係ないけど、まあ、人間がこういう形、こういう形してるのは、地球の波動っていうのかな。地球の波動が、こういう形を作り出しやすいので、地球にいる生き物って大体こういう形っていうの？まあね、四つ足とかもいるけど、人間もいるけど、まあ大体形的にはこういう形が、まあ地球にね、住む生物の形らしくってさ。で、火星にもともとさ、人は住んでたよみたいな話だったじゃんか。で、火星人っていうのはさ、頭がさ、細長くさ、描かれてたりとかするじゃんか。で、あれってそうなんだって。やっぱり火星が持つ波動っていうのが、そういう形になるようにね、なってるんだって。だから頭がこう、後ろ後頭部っていうのか、の方がさ、細長く、なるようになってるんで、だから絵をね、昔描いた人っていうのはね、なんかすごいねっていうか知ってんだねっていうのでさ、きっと見たことあるんだろうね、それで描いたんだろうねっていう話して、へえなるほどねと思って、あそうなんだなと思ってね。だから人間はなんだろう、頭が丸いっていうのかな、丸っこい形をしてんだけど、他の星に行くとなんか波動でね、その作り出す形って違うから、そうやって形がね、違うらしいんでね、へーって思ったよっていうね、ことがありまして、なので今のこの私の形を作ってるのも、まあ私が出してる波動で出来上がってるわけよねみたいなことをね、ちょっと思いつつ、たまにね思いつつ生きていたりとか、しますよ。天玉さん、北海道さん、猫がいっぱいいる島は、おとごぎ島です。あ、そうなんだ。青島以外にもあるのか。北海道さん、天玉さん、そくそ、おとこぎ島、おとこぎ島って何て読むのですかね。そうだよね。そうなんだ。みんな知ってるんだ。それは知らなかった。私、おとこぎ島っていうところに、猫がいっぱいいるのは知らなかったよ。おぎじまっていうんだ。じゃあ、めぎじまっていうのかな？おんなぎしまっていうのはな。全然、もう振り仮名振ってくれ。もう振り仮名振ってくれっていう感じだな。てなわてっけいで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。
はい、ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。